エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、からです。はい、株価、やっ時間増やしたい。はい。そう、でも、ついに増えるんじゃないの？もう今日書類とかね、裏カードやりますけど、持ってきてるんで。ハンコ持ってきましたよ。ハンコ持ってきましたね。前回の振り返りが、なんだっけ？なんかを買うことにしたんだっけ？債券？債券。某社の劣後債を買うと。5000万円。5000万円。ぶっ込みますと。その続きってことですか、今日は。今日ね、続きじゃないですね。続きじゃないんかいね。それはね、もう裏カーでやって。裏カーで。はい。じゃあ、これから実況中継していきますよ。はい。ということなんでね。ついに買うことが決まりました。ただ今日は別のテーマです。はい。何ですか？はい。僕の大好きなランキングなんですけど、ほう、久しぶりの。また面白いランキング出てましたので、ご紹介したいなと思ってるんですが。ということで、上場企業役員年収ランキング。はあ、上場企業の役員の年収、株とか抜きの役員報酬ってこと、年収、ね、の、まあ、ランキングが出てたんで、ちょっとご紹介しようかなと思ってます、うん、役員年収チャンネルですね。ほう、なるほど。すごいのがもう ランキングの時点で年収1億以上っていうランキングになってる。これ年収1億以下は入れないのランキング。なるほどね。昔自分が役員報酬1億にした時に、うん、世の中の企業で役員報酬1億以上もらってる人ってどんぐらいいるんだろうっていうのを調べたことあるんだよ。上場企業出るじゃん、うんうんうん、それが数百だっけな、2000だっけな、うん、ちょっと忘れちゃったけど、うん、ツイッターに上げたことあるのよ、それ、うん、あ、そうなの、うん、その時になんとなく見た記憶はある。はいはいはい、はい、俺もなんとなく見た記憶はある。投資によって当然変わると思うんだけど、うん、今回ランキングに載っていったのが500位まで、まあ同率もいるから数百人っていう、うんうん、1億以上、そう1億以上なんだ、はい、多分俺みたいに上場してなくて1億もらったっていう人は山ほどもっといるから、うん、何倍も、うんうんうん、上場企業に限ると逆に言うと500人600人しかいないって思うと、そう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 、少ないよね。なんかね、執行役員、うん、副社長みたいな、うんうん、副社長レベルで数千万とかはゴロゴロいったんだ、ね、うん、そこまでいって数千万なんだって思った記憶が結構ある。ああ、なるほどね。日本にさ何千社上場してて、うん、各さ役員って数人いるわけでしょ、うん、で考えるとさ、母数で言うと2000人かける役員で言ったら最低10人の上場企業ですから、そう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 、まあ2万人とかはいるの500人とかだから、うんうん、まあ、すごい高い感じは、うん、上場企業で出世してもこんなもんなんだって思って、なんかちょっと嬉しくなった気分が、うん、嬉しくなった嬉しくなった逆に、そう逆に悲しくなんなかった。いや、ここは俺今だったら頑張ったら届くなって、はい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 、ちょっと、ね、あの道じゃなくてこっちでよかったら俺はそうだ最近だってまあ分かってきたところとしては、うん、株を持ってるかどうかもまた違う。それな、大きいよね。多分孫さんとか配当がすごいって、そうだよね、するじゃん。オーナー社長の中小企業からするとよく配当を出してんじゃねえかとか、はい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 、配当を出すと全然割り良くないんだよね。多分いろんな上場企業の中も株主が多すぎる会社からすると、うんうん、まあ、個人と法人は別で考えるようになって、配当からもらっても全然損した気分にならないんだよね。だからでっかい企業は配当でもらうみたいなところが主流になっていくんじゃないかって、なんとなく。なるほどね。まあオーナー社長じゃなかったらね、しかも入ってくる分は会社の利益っていうか、もう勝手に入ってくる分だから、ね、まあ、全然万々歳でしょうよと、うん、おっしゃる通り、まあ、そういう理屈もあるし、うん、あとまあ上場企業ってさ、四半期報告書とかで、ね、役員報酬いくらとか開示されてたりするから、うん、業績悪くて株価下がってるのにお前2億とか1億取ってるのかよみたいな、いうこう外圧がある中くぐり抜けてきた、うん、1億超えの王さんたちがランキングに載っているということでございます。うがった見方かもしれないけど、うん、配当とか株持ってないから給料で我慢させてるっていう説もあるよね。ああ、そうだよね、うん、超大きい。うがった見方だけど、なんじゃないそれは株を上げない、給料上げるから我慢しろよみたいななるほどね確かにね、そのパターンもあるからね、うん、大きい企業とかはそうかもしれない。ちなみにね、ちょっと人数で言うと、うん、1億から2億やっぱめちゃくちゃいるわけなんですよ、うんうん、2億と3億にめちゃくちゃ分厚い壁があって、うん、1億から2億が238名。あ、じゃあほぼ半分。そう、うん、2億から3億が143人、うん、日本人の平均所得って2億ぐらいらしいよね、生涯所得が。そうそうそう、だからまあざっくり267人の上場企業役員が1年間で日本人の平均所得ぐらいを稼ぎきるというところになってます。3億から5億で75人、5億以上10億以下で37人、もっと上で12人っていう感じに。10億以上が日本に12人いるんだ。
10億役員報酬で取ってるやついるのよ、世の中には。青字老人とかさ、マックス月1億もらっちゃってるからね。マジで、うん、上場してないからあれだけど、上場してたらランキングに乗ってきたりってことだよね。まあ上場したらまたいろんな株主からしたらさ、社長給料もらいすぎだろってなるなる、そう言われるリスクもあるし社長給料もらいすぎだろって思われない人たちってことでしょ、10億もらってるのって。お前だったらいいわっていう人たちもいいしって株価も上がってるし、そうカルロス・ゴーンとか何十億とか、ああまあそうだね、そういうパターンもあると。そうだから結構平均年齢が高くて、うん、上位100人の平均年齢がね63歳なんですわ。さあ年でもらってどうすんの青白老人ってだって30代20代30代でしょ。俺の多分4つとか考えるべきじゃない。まあだからなかなかね、普通にやってるとやっぱりある程度年齢とか仕事の実績とかがあって社内政治を勝ち抜いてきて、まあ多分その株主構成とかも関係してると思うよ。あるね、絶対ね、うん、平均年齢63年なかなか高いと。ただ3、40代もいたの実は、うん、一番若い人ね38歳っていう方がいて、うん、この方が年収2億3100万って、うん、当てたいね。名前は無理だと思う。何の会社かとかは当てられる？何系ヒント、じゃあ今回そのランキングは発表しようっていう回ね。あ、そうそうそう、うん、あの名前はねある意味で有名だったのよ、うん、ただ何系の業種？バイオ。バイオ。ああ急に分かんなくなった。ユーグレナ。ああ、ユーグレナそんな儲かってないでしょ。だって会社として儲かってるかっていうとどうなのっていう感じがする。はあはあっていう響き。皆さん修学旅行の夜の好きな女の子の名前見られみたいな、まあ、言っちゃうと、うん、創世。あ、創世の代表取締役のクリストファー・カーギルさんっていう人が。創世って儲かってんないな。新薬ベンチャーでしょ。創薬ベンチャーとかバイオとかそういう関係、ね、雇われ社長を引っ張ってきて、うん、儲かんなかったっていうケースもあるかもね。あると思うね、うん、でしかもまあ外国籍の方だから、うん、そのカルロス・ゴーンパターンなのかもしれない、うん、はいはいはい、がこのランキング作成時当時38歳で、うん、2億3000万、うん、へえ。でもう一個30代の方がいて、うん、こっちはあーってなると思う。何系の業種？幅広くやってるけど主に人材もしくは広告かな。 R しか出てこないぞそれ。社長じゃないってこと？ちなみに社長じゃない。え、あ、そういうこと？リクルート。リクルートの社長じゃないってことだよ、ね、取締役の。そういうことか。そういうことで役員だから。なるほどね。方が39歳で2億5700万、うん、リクルートの取締役39歳2億。そう。はー、すごいね。すごいよね。すごいね、うん、でももっと価値高そうだよね、そこまでのし上がるって。この2人が30代、うん、唯一の。そうそう。で40代が20人ぐらいいて、うん、ちなみに某コンサルティングファームの方は40代で2人入ってます。ベイアーさんでしょ？違うよ、あ、彼社長でしょ。40代じゃない。ない、ない、ベイアーさん。安倍さんじゃないの？ああ、そういうこと。役員で取締役で。取締役で我々のフルスのベイカレーが40代で1億以上入ってないんですね。誰？一人は池平さん、ちなみに副社長ですね、うん、2億9千万、うん、と中村さんっていう取締役の方が2億8千万。ベイカレントとかさ、上がそんぐらいもらってないとさ、その序列がさ、まあまあまあ、確かに1億部プレイヤーも結構多そうだよね。多そうです、うん、まああと当然安倍さんも、安倍さんも入ってるかなっていう。安倍さんはないの？安倍さんは2億9700万、うん、まあ、3億近いよね。すごいな。どうやって決まるの逆に。確かにね、いくらにするみたいな。2億9000、3億やりすぎだー、3億やりすぎしようみたいなね。創業社長じゃないじゃん。創業社長じゃないね。しかもなんかもう3代目とかじゃないよ、うんうん、ってことはさ、株は多分そんないっぱいは持ってないよね。そんな持ってないはず、うん、まあ、ある程度持ってた記憶はあるけど、うんうん、そっちの方がでかいよね、ベーカーエントの場合は、うん、まあ一応安倍さんがここ数年がっつり業績伸ばしてるから、うん、なんかすごい納得感のある、すごすぎるよね。3億もらったとしてもさ、手取りで 1.5 億じゃん、うん、はいはいはい。でもさ、株の価値なんてさ、下手したら余裕で3桁億円あるでしょ。あるあるある。本人が持ってる株で。あるある。って考えたら、なんか給料なんて別にゼロでもいいぐらいの話だよね。あ、孫さんパターンだね。すごい。皆さんお金ください。まあでも何より創業者がすごいよね。4桁億あるだろうね、下方で。余裕であるでしょ。創業社長なんだから。50歳未満のランキングに載ってた人が31人いるんだけど、うん、今言ってない人も含めるとアベレージ6億もらってる。うん、50代ってことだね。3、40代。だから40代って相当若いっていうことだよね。相当若い。安倍60だし、普通にあの100歳とかいたから、ね。
親子で入ってる企業もあったし、最後気になるランキングを、はい、発表していきたいと思います。これやっぱでもさ、当てるのはさすがにむずいけど、うん、やっぱりその会社の利益ランキングみたいなところが紐づいてるもんだっていうイメージなんだけど、それこそキーエンスとか、はい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 、サントリーとかね、うん、サントリーは薬品報酬出てるの、ホールディングスで出てるんじゃない、ホールディングスで、ね、うう出てるけど、はい、まあ入ってないんです、ね、あ入ってないんだ。そう、ちなみにあの500人当然ランキングって大変なことになるから、うん、10億以上、はい、10億以上が13人おお、じゃあ最後それ発表して、はい、それを発表していきたいなと思ってますね、うん、13位と12位が、うん、同率、同率というか同じ会社、うん、で電通、うん、ほう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 、社長の取締役の人2人、取締役2人が10億以上もらってるので、はい、やば、ただどっちも外国籍の方だから雇われてきたパターンはありますっていうところかな。ちなみに年齢は40代の方と60代の方ですね。電通ってさ、マジで日本を動かしてるよね。いや動かしてるね、すごすぎる。だって1人に10億払えるの、そもそも10億じゃ足りないぐらいのさ世界を、うん、動かしてるね。なんかどんなメーカーとかより電通が一番動かしてる気がするわ。電通ね、なんかいろいろ最近言われてるけどさ、うん、言ってもよね、ゴミどもが騒いでるわぐらいの感じでしょ。何言っとんねんって感じだよ。電通の仕事は一番興味あるわ、なんか上層部の確かに想像つかないことやってたよね。そうだよね、国を俺らが知らぬ間に受けてる恩恵とかも実は電通が仕組んでるから絶対あるじゃん。国とかと絡んでなんかやってるとか全然ありそうだしね、うん、オリンピックもさ、うん、そうだよ、ね、11位が富士フィルムホールディングスの前会長、前会長なんだ、うん、11億ですね、はい。で10位がソフトバンクグループ前取締役も多分退任されてる方で11億ですね、うん、9位意外なへーっていう企業が入ってきてるんですけど、スズキ、へー、車の、車のスズキ、スズキさんじゃなくてね、けどあのスズキさん、スズキさん、あ、そうか、社長、そう、創業一族だね、うん、もう11億、あ、まあ、創業社長はいいよもらってても、うん、取締役とかすごいよね、すごいよね。8位がネクソンの社長、うん、まあ、この外国籍の方で13億もらってます。7位ぐらいからは聞いたことない気は当然ないんだけど、うん、7位からね15億を超えてきます。7位東京エレクトロン社長、うん、16億6500万円、うん、あ、そうなんだ、年収高いランキングとかも出てくるしね、うんうん、6位出ました、うん、電通社長取締役、マジで16億7600万円、うん、5位、武田薬品工業社長18億5800万円かな。4位だね、うん、まあすごい企業が入ってるんだけど、ソニーグループ代表執行役員の方、うん、代表執行役員とかもうなんか大企業しかないよ。執行役員なのか代表なのかどっちなのみたいな。18億8000万円だね、うん、この辺がよく分かんなくなってくるんだけど、うん、で3位が第一交通産業の前会長19億で、この方が100歳の方なんだけど、退任のプラスオンがあるから、これまでの多分ランキングには載ってなかった。そうそうそう、1位と2位はねちょっとまた桁がここから数億上がるんですけど、数億上がるっていう言い方もおかしいよね、うん、収入数億プラスとかよく分かんないよね、うん、2位、セブンアンダーイホールディングス、うん、取締役、うん、23億8800万円、うん、1位、Z ホールディングス取締役、うん、43億3500万円、43億役員報酬でもらってんの？よくわかんない。自分で読んでてよくわかんないもんね。なんかでさ、今ちょっと思ったんだけど、うん、超安易な考えだけど、うん、例えば海外とのパイプを持ってます、はい、俺がヤフーの社長になったら、うん、海外の広告国からのとか、はいはい、5000億ぐらい動かせるよっていうやつが入ってきて本当に輸出したら給料の何倍もあらり出るじゃん、うん、そういうパターンで給料爆儲けするっていうのがもしかしたら上流で起きてる可能性あるかな。あ、全然あるよね、うん、取締役にその就任してもらう理由とかでありそうだ。そうだね、あるある、あそこの政治家の息子俺大学の同級生だわみたいな、そういうパターン、政治のね、さすがに人脈ゼロでバリューを20億出せっていうのは無理だと思うのよ。無理だと思う。だけど事業利益の20億って考えると1000億とかの会社だったら全然あり得る利益が出るじゃん、何百億みたいな。そしたら事業利益と比べると大した金額じゃなかったりするじゃん、うん、だそういう目線でもしかしたら発生してるのかなって。可能性はあるね。なんか今のトップ13聞いてると、うん、代表取締役とか少なかった、うん、少ないね、一族とか除くとさ、ってなると今カボンとか言ったように、うん、外から引っ張ってきて、うん、報酬でやってもらってるケースが多そうな気はする。株じゃなくて、株じゃなくて、うん、10億以上のほとんどは外国籍の方、うん、あ、じゃあやっぱそれあるのかもね、助っ人外国人みたいな、うん、でその海外とのなんかネットワークで仕事を回してこいよっていうのが、うん、
あくまで予想ですけど、ね、あくまで予想です。今こう普通に会社員やってる人も、うん、将来的にどっかの会社でこう人脈とかめちゃめちゃ作って、うん、そうなるケースもあるよね。自社でこう出世するだけじゃなくて、ね、はいはい、それはだからミニマム版だけどさ、うん、ストックさんにさ取締役行きたいと年間5000万のあらりはもう持ってこれますっていう人が来たら、はいはい、3000万払いますとかって、うん、まあそうだよね、簡単に言えるよね、うんうん、それのでっかい版をやってることがもしかしたらこれはあくまで予想なんで分かんないですけど、はい、経歴とかさ、うん、就任した経緯とか出るじゃん、はい、ああいうの見たらもうちょっと深掘りできるかもね、はい、ということで、まあ、ランキングだったんですが、さっきさ配当って話出たよね、うん、これはあくまで、まあ、いわゆるサラリーマンの給料と一緒なわけですよ、うんうん、配当ランキングもありますので、うん、次の動画で発表したいなと思います。一旦切ります、はい、ありがとうございました。